日本のレベルっていうのは世界から見たときにどれぐらいのレベルなんですか？身長が低い分脚力が求められるんですけど、自分は上半身の方が強くて、夢はパリオリンピックに出場することです。毎日がチートデーの勇気です。今回のゲストはクライマーの平野夏実さんです。夏実さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。夏実さんは、はい、まあ、クライマーということなんですけど、クライミングの種類が大きく3つある認識なんですけど、はい、間違ってないですか？そのうち2つやられてるっていうことですね。リードとボルダリング、はい、大体あのクライミングやられる方はそう一刀流じゃなくて二刀流とかやられるもんなんですか？そうです。次のパリオリンピックがリードとボルダリングのコンバインドでの出場でしかできなくて、それかスピード1種目での出場なんで、まあ、大体その2種目やるかスピードをやるかって感じですね。リードはどれだけ高く登れるかで、ボルダリングはいくつかのミッションみたいのをクリアできるかみたいな認識で合ってます。はい、どっちが得意なんですか？でリードの方が得意です。高くなる。もちろん時間制限あるんですよね。あ、そうです。一応6分って決まってて。あ、6分？はい、あ、結構短いんですね。はい。じゃ時間がなくなっちゃって無理だってことって結構あるんですか？はい、あ、タイムアップになるとそこまでの高度しか反映されなくて、高度が一緒だった場合は時間が早い方が勝ちなになってしまうので、結構タイム重要。ああ、なるほど。高度ってのはこう紐 みたいな持っていくんですけど、はい、それが1って見てってカウントされてっていて、それが高度って言うんですけど、だから20手だったら20までの高度になってるんですけど、そこで同じ選手が2人いた場合はタイムが速い方が。ああ、そうなんですね。大体そのつまずくのって時間なんですか？時間はそんなに難しくて落ちるって感じです。ああ、そうなんですね。あとは前腕がパンプしてきて落ちるって感じ。ああ、すごい。あ、そういうことですね。はい、あ、もう乳酸溜まっちゃって。あ、そうです。あ、そういうこと？はい。まあ、確かに6分ですもんね。はい、6分使い切ることは本当はあんまないです。あ、そうなんですか。大体こう33秒ぐらいで乳酸って。あ、そうですよね。たまりますんで。筋持久力が求められる。あ、そうですね。もうつかめなくなっちゃうの。はい。握力が全然握れなくなっちゃって落ちます。それアミノ酸とか取ってなんか変わります？いや、あんまり変わんない。変わんない。でもなんか生理現象だから両者ともにそういう現象起きそうですよね。そうです。隣で競った時、4年前にワールドカップに出られた。2018年かな。18、19まで。その結果はいかがでしたか？18年は確かリードとボルダリングで出たんですけど、リードは決勝まで行けて結構いい結果残せたかなって思います。素晴らしいですね。日本のレベルっていうのは世界から見た時にどれぐらいのレベルなんですか？日本はなんか本当にレベル高くて、毎年選考がきつくて、日本代表になっちゃえば結構みんな決勝とかに残れたりできる感じなんですけど、結構トップの集まりって感じです、クライミング界の中で。あ、そうなんですね。最高峰のレベル。そうです。なんかスロベニアも強いんですけど、日本も同じぐらい強いって感じ。それってなんでだと思います？なんでかな、競い合う仲間がいることでなんか互いのモチベーションとか守っていくんで、ライバルがいっぱいいるっていうことが一番なのかなって。他国はそんなにいない盛んじゃないですか？盛ん、日本よりはそんなに、まあ、いるんですけど、代表も毎回同じメンバーって感じです。あ、日本は結構入れ替わっちゃうんですけど、年によって。外国はあんまり毎年同じって感じです。あ、そうなんですね。まあ、短絡的に考えると、あの体格差が影響しないスポーツなのかなって印象を受けたんですけど、まあ、夏実さん自体もすごくお互いっていうわけではないと思うんですけど、はい、そこら辺はどうですか？でも大きい方が有利っちゃ有利なんですけど、はい、まあ、でも身長低いとまあその分ちょっと軽いんで、まあ、そういったところはちょっと有利なのかなって思う。ああ、そうっすよね。確かに物理的に無理なことも多くなっちゃうんで、身長が低いとそこはちょっと難しいなって感じ。ああ、なるほど。結構ボルダリングは身長が160最低ないと結構世界戦うのは難しい感じで、うん、からリードを頑張ってます。ああ、そうなんだ。多い怪我は何ですか？捻挫がもう本当に癖で、あ、結構
この前もして、年に1回は絶対してるし、あと肩が脱臼癖がすごくて、1回でアナッキーみたいな感じになっちゃってから、もうずっと抜きやすくて困っちゃうね。はい。でも今めっちゃインナー鍛えて、もうガチガチに固めてます。ローテータカフですね。捻挫も困っちゃいますね。はい。蹴るときに捻挫したんですか？いや、ボルダリングでなんか2メートルぐらいから落ちて、このまま落ちちゃって、ああ、やることが多くて。あ、そういうことっすね。なんで結構な体重がかかるから。今の課題点は何ですか？課題は、身長が低い分脚力が求められるんですけど、自分は上半身の方が強くて、下半身がまだまだ足りないなって思うんで、下半身鍛えて連動力とかも上げて脚力を高めて、その身長の高い選手にも、まあ、勝てるっていうか勝負できるようにしたいなって思います。ウェイトとかやってるの？はい、やってます。おー、学校で？はい。そっか、あるもんね。はい。そっか、その点強いね。はい。ボルダリングはいつからやられてるんですか？小学4年生のに始めたんですけど、その時はまだ遊びって感じでやってたんですけど、小6ぐらいから大会に出始めるようになりました。怖くなかった？いや、木登りとか好きだったんで。ああ、この令和時代に。まあ平成か。普通に近所の公園とか全制覇してました。あ、そうなんだ。じゃあしっかり始めたスポーツっていうのはクライミングが初めて？そうです。一応体操とか幼稚園からやってたんですけど、うん、でもなんか本当にその幼稚園内でっていう体操教室だったんで、あ、なんかもう基礎しかやってなかった。なるほど。基本そういった部活とかもないもんね、クライミングって、ね。そうですね。スクールにずっと通い続けて、はい、ちょっと手って見せていただきます。まあでも特別、あ、なんかこっち側、ここと太いです。あ、伸びないもん。伸びないです。あ、やっぱそうなんだ。なんか丸くなっちゃう。なっちゃうんだね、やっぱね、はい、第二関節のあたりが太くなりますね。あ、そうなんだ。へえ、やっぱなっちゃうんだね。はい。指のストレッチとかね、してる？してないです。あ、してない。あ、そうなんだ。僕もちょっと指詳しくないんでわかんないけど、うん、なるほど。ちなみにボルダリングってプロってあるんですか？どうなん、なんか自分でって感じですか？なんかすごいトップの人しかいないですか？それ日本のプレイヤーで、ちなみに誰さんなんですか一番？野口さん、もう引退しちゃう。あ、聞いたこと。オリンピックとかやってた。 あと野中さん、そういった方々はあのスポンサーなどをついてっていう感じなんだ。実業団入りしてんのかね。あ、ちょっとよく分かんないか。その会社がついてるみたいな感じだと思います。うんうんうん。今年2年生ってことは、まあ、来年3年だから、そろそろ未来のことを今もう考えてるんですか？確定はしてないけど、うん、少しずつかな。お伺いしても？あ、大丈夫。教職を取って、うん、あとトレーナーも取って、で大学卒業後は 1,2 年ぐらいはそのトレーナーをしながら自分の競技をやりたいなって思ってて、で、まあ、競技引退した後に教員になれたらいいなって思うんです。あー、いいな。なんかいいっすね。そのトレーナーやり資格を求めながらスポーツって、はい、まあ親和性もめちゃめちゃ高いし、でその後の仕事にもつなげられるからめっちゃいいと思いますけど。僕らの時代にそういう人って周り見てもいなかったんで。そうなんですか。うん、それすごいな。でも男性でそういう人いたらいいのになって。ああ、あんまいない気がする。夢は何ですか？夢はパリオリンピックに出場することです。見ます。ありがとうございます。頑張ります。ライバルはいるの？いや、もういっぱいいます。いっぱいいる？一番気にしてるのは誰？言いにくいか。と言いにくい。もう言いすぎて。あ、そんなに？そんな盛んなの日本って？そうですね。しかも出れる人数が少ないから。あ、結構厳しいです今のままと。練習ってどこで、どちらでしてるの？高津が一番近くて、高津か、あと荻窪、うん、あとウェイトは日体で。お金払って？あ、ウェイトですか？ボルダリング。あ、そうです。お金払ったらこう独占して使えるの？いや、一般のお客さんと一緒です。あ、そういうこと？はい。僕みたいなおっさんがいて、きらり夏美ちゃんみたいなのが
ぐわーって上がって、わ、すげーってなるでしょ。うん、そうなるよね。もっとレベルの高い人とかも、まあそんな感じでやってるね。あ、そうなんだ。教えてよとか空気読めない人出てこない？全然なんか仲いい感じなんで。ああ、大人。あ、僕だったら声かけられないな、すげえって。一人でいつも行って。荻窪の時は、教えてもらってるんですけど、あ、パタツの時は、基本一人で行って、誰かいるみたいな。その教えてくれる人っていうのは、すごく実績がおありの方なんで。そうです。そのさっき言った野中選手とか教えてる人。ああそうなんだ。自分も結構まだ選択肢がいっぱいあって結構決断できてないんですけど、その決断する時のなんかコツっていうか、そのどういう感じでやりたいことをどんどんそのやってるじゃないですか。その時のなんかどうやって行動を起こすのかとか聞きたいです。すみません、逆に質問してしまいますけど、ボルダリングをしてるときに突き動かすものって何ですか？強くなりたいっていう気持ちと楽しいっていう感じ。うん。僕も同じですよね、やっぱり。ただ僕でしたり、周りを見てると、結構劣等感にすがってるところありますよね。まあ、例えば、あるサッカー選手、プロサッカー選手で、瞬く間に首を切られて、その彼が言うのは、そのサッカーしてる感覚がないと、駒になってる状態で仕事してる、させられてる。そんな彼が今スクール持ってやられてることは、もうとにかく楽しさを追求するスクールっていうこと、うん、入団試験みたいなのも普通行うんですよ、ジュニアのスクールって。でそういうのも一切行わずに、あの先着順みたいな。だから彼は彼らにその劣等感があったと思うし、僕は僕なりにそういうその落ちていくアスリートを見てたりとか、自分がその勝てなかったことだったり、自分の失敗があるんで、劣等感っていうのも一つありますね、決断する。でもまだお若いんで、そのそんなに多分失敗も少ないと思うんです。まあ優秀っていうのもあると思うんですけど、僕申し上げた通り勝利なきプロアスリートなんで、底辺中の底辺なんで、だ劣等感がもしないんであれば、やっぱり本能に従って、いくつもあるんですか、やりたいこと。まあ、一番はクライミングなんですけど、うんうん、まあ、その後どうしていくかっていうのは結構考えるんで、最近。あ、考える？でも明確になんとなくさ。そうなんですけど、でもその AT どうしようとか、結構今年中に決めなきゃいけないことも多くて。あー、取りたいの AT は。取りたかったんですけど、でもクライミングの方がしたいなっていう気持ち。強い。じゃあクライミングですね。でそのクライミングの練習時間を割いてでも取りに行く気持ちにはなれないってことでしょ。そうです。まあでもあれじゃないな、あの大学卒業してればいつの日か取りたくなったら取れるし、あと裏技あるの知ってます？取るのに裏技あるんですよ。そうなんですか。まあ日本代表に選ばれて、後にその協会とかのに関わる人間になると、あの推薦枠ってのがあるんですよね、 AT って。僕の情報が確かなら一応調べてください。はい。その推薦を得られると諸々免除される。あ、そうなんです。枠はあると思います。まあ決してその楽な道を選んでくださいというわけじゃなくて、取りたくなったらまだこの先取れるチャンスはいくらでもあるのではないかっていうところですかね。たまたまチャレンジというコーナーがありまして、ご存知ですか？ご存知ないですか？はい、あの有名な、はい、あ、とんでもないです。あのこれで私に勝負したら、スクイーズボトルカバーをプレゼントします。じゃあたまたまチャレンジどうぞ。たまたま2、たまたま1。よっしゃ、よっしゃ、なんかすげえ勝てる気がする、余裕で。たまたま3、たまたま3、あれ、たまたま1、たまたま0、たまたま3、
こういうの回ってません、ここ。ここが、いくよ。トムトム2。よっしゃーい、やつに勝ったぜー。ありがとうございました。この番組は、私がゲストの方を招きして、そのゲストが次のゲストをご紹介いただくシステムを採用してるんですけれども、はい、どなたかご紹介いただける方おられますでしょうか。はい、はい、どなたですか。スピードをやってる武田はじめ選手。武田はじめ選手、承知しました。では楽しみにしております。では夏美さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。